札幌の丸山周辺は素敵なお店、カフェが詰まっていることで知られています。この動画では地下鉄丸山公園駅から徒歩6分圏内の素敵なお店3つをご紹介します。摩周は地下鉄東西線丸山公園駅から西側に歩いて5分ほどのところにあります。丸山公園や北海道神宮、他のカフェもそばにあって落ち着いたいい雰囲気の場所です。客席はユーロピアンなインテリア、奥の方には和室の茶の間を思わせるスペースなどもあって、さまざまな形と大きさの席が並んでいます。お店のすぐ裏には丸山公園があるので、大きめの窓から季節によって変わるこの自然の景色を楽しめるのが最高に贅沢だなと思いました。静かな BGM や照明、そして観葉植物のバランスも絶妙で、立地と空間をフル活用しているここだけにしかない心地よさがありました。メニューはコーヒーやカフェラテに加えて自家製ブレンドのハーブティーのメニューが充実しています。また看板メニューのバターサンドが味わえるスイーツセットやパフェなどの軽食も用意されています。今回私はアーモンドミルクラテ、バターサンドとソフトクリームのお皿を注文しました。アーモンドミルクラテは想像以上にアーモンドの香ばしい香りがして、甘さはあまりないのでスイーツと一緒に飲むのにぴったりでした。バターサンドとソフトクリームのお皿はアート作品を思わせる繊細で華やかな盛り付けに感動してしまうような本当に素敵な一皿です。取っ手のデザインが独特なカップにはソフトクリームがこんもりと盛られていて、こちらはとても濃厚なミルクの味わいを楽しめます。バターサンドは数種類のチョイスがあって、大好きなピスタチオを選びました。解凍されて柔らかくなったバタークリームはまったりとしたコクがあって、ピスタチオのふんわりとした甘みが味わえて美味しかったです。一方、甘党はマシュオリジナルオーガニックハーブティー、本日のお菓子皿を頼みました。無農薬な11種類のスパイスやハーブがブレンドされていて、キレのある爽やかさと口に含んだ時のハーブの香りが心地よかったです。お菓子皿は丁寧にしつらえられた見た目で、日本料理が持つ素朴さと華やかさを感じさせます。メインの前菜は表面がカリッと焼かれたお餅と優しい甘さの小豆がよく絡んで、ほっとする味わいを楽しめます。またチョコ&チョコのミニバターサンドはとっても濃厚な味わいで、見た目は小さいですが味の満足度は大きかったです。素敵な空間の中で味わうちょっとした贅沢に身も心も満たされました。もし友達に丸山らしさを味わえるカフェはどこ?と聞かれたら、マシューと答えると思います。それくらいこだわりの空間、立地、食事が揃った素晴らしいカフェだと思いました。ジェットセットは地下鉄東西線丸山公園駅から東側に歩いて6分ほどのところにあります。外観は白い壁と大きな窓が特徴的です。外観に反して店内はレトロとモダンが入り混じったユニークな雰囲気があります。見たことのない形の照明器具や様々な色、形のテーブルや椅子などが並んでいて、外観とのギャップがある面白いインテリアです。メニューはお店の看板料理であるエッグベネディクトやパスタやオムライスなど豊富なランチメニューが揃っています。今回私はエッグベネディクトとコーヒーのセット、甘党はフレンチトーストとエスプレッソのセットを注文しました。食前に運ばれてきたコーヒーは朝に飲みたくなる深入りの味わいで、程よい苦味もあって飲みやすかったです。甘党のエスプレッソは苦味が強くて、夕方に飲むには少しパンチが強すぎたようです。メインのエッグベネディクトはチーズ、ベーコン、サーモンの中からトッピングを選べるんですが、今回はお腹が空いていてがっつり食べたかったのでベーコンにしました。ワンプレートの中にメイン料理とサラダ、ポテト、スープが並んでいて、見た目からもう美味しいのは確定です。
ポーチドエッグを割ってベーコンと外側がカリカリに焼かれたイングリッシュマフィンと一緒に食べます。アマトーが注文したフレンチトーストはたっぷり乗ったチーズの表面が炙られていて、チーズ好きにはたまらない香りがします。下に敷かれたパン生地は甘く仕上げられた卵黄がたっぷり染み込んでいて、添えられたメレンゲソースと炙りチーズとの相性が最高でした。ジェットセットは前から気になっていたお店だったので、今回やっと訪れることができてよかったです。丸山公園駅から徒歩5、6分とアクセスも良くて、確かな美味しさのワンプレート料理とユニークなインテリアを味わえるお店です。ガトーショコラとは、地下鉄東西線丸山公園駅から南側に歩いて4分ほどのところにあります。細い裏路地に面していて、近くには森彦本店や丸麦という人気のパン屋さんもあります。ガトーショコラとはこの建物の1階にあって、玄関から入ってすぐの扉がお店の入り口です。店内は木製の壁に囲まれていて、椅子やテーブルも木製ということもあって、木のぬくもりに包まれた温かい雰囲気です。壁には綺麗に並べられた絵本や読み物がたくさんあります。小さいお子さんとも気兼ねなく来れるような雰囲気が印象的でした。店名にもあるようにガトーショコラがこのお店の代名詞ですが、スパイスの効いたカレー、チーズたっぷりのリゾットも人気が高いようです。今回私は深みガトーショコラとインドモンスーンコーヒーのカフェオレを注文しました。ガトーショコラは見た目だけでも濃厚さが伝わってくるような艶やかな断面が印象的です。一口食べるとこれでもかというくらい濃いチョコの旨味が押し寄せてきて、口の中が幸せでいっぱいになります。程よいほろ苦さもあるので、飲み込んだ後に嫌な甘ったるさを感じませんでした。カフェラテはまろやかな味わいが嬉しい私好みのブレンドで、ガトーショコラとの組み合わせも最高です。一方、甘党はうまみキーマカレー卵黄とモンスーンコーヒーのホットを注文しました。スパイスを独自で配合したキーマカレーは、そぼろのポロポロした柔らかい食感に、中華料理でも使われるホアジャオのピリピリっとした辛さが特徴的です。卵黄の甘みが加わることで辛さが苦手な人でも食べやすくなると思うので、ぜひ試してほしいです。ブラックで入れてもらったコーヒーはキリッとした苦味とほんのりしたコクがあって美味しかったです。ガトーショコラとは店内の雰囲気やメニューはもちろん、閑静な住宅街の裏路地という絶妙なロケーションも惹かれるものがあります。丸山周辺を散策してみたい方や、丸山の美味しいスイーツを探している方におすすめしたいお店です。丸山公園駅周辺のカフェ3つをご紹介しました。もし行ってみたいカフェがあったら、いいねとコメントいただけると嬉しいです。皆さんのおすすめのカフェもぜひ教えてください。